どうも皆さんんんおはこんばんにちはこばイイのよしひろです本日はクロールのボディポジションの高め方のアイデアというのを1つ紹介していきたいと思います水面の近くに体が浮いているほど水から受ける抵抗が少なくなりますので速度が出しやすくなりますまた同じエネルギーで水をかいたり蹴ったりした時に自分自身が前に進んでいくその効率といった面でもいい方に行くことが多いので体のポジションというのはできる限り水面に近いところに配置しておきたいです毎週水曜日 木曜日木曜日スポーツクラブオーシスさんで朝スイムやっております水泳社長の正俊スタジオ系代表のモテキサムライスイマンのヨシヒロの3人でお送りしております初回体験無料ですのでぜひ一度遊びに来てみてくださいでは本編行ってみましょう 冒頭にも言いましたが体が水面の近くに浮いているということは抵抗を減らすということにつながりますですので早く泳ぎたいという方にとっても楽に泳ぎたいという方にとっても体ができるだけ水面の近くに浮いているということは大切な要素になってきます泳ぐ速度は全く気にしないからとにかく楽に泳ぎたいという方は体のポジションに関してはあまりない 気にしなくてもねいい部分があったりとかするんですけどめちゃめちゃ楽に泳げる代わりに 25m1 分かかりますその代わり一度も止まることなく1時間続けて泳げます。 という落差を求めている方っていうのは僕の周りにはあんまりいない印象で、まあ、言うてある程度の速度で泳ぎながら続けて泳ぎたいという方が多いいんですよねだたい私が見てるお客様の割合的に言うと 25m を20秒ペースぐらいを維持しながら 400m であったり 800m であったり、まあ、場合によってはトライアスロンに参加される方だと 1500m ぐらいをそのまま続けて泳ぎたいという方が多いですね。 25m20 秒ペースぐらいをキープできれば私の中では速いとでそれを続けることができれば楽に速く泳げているという評価を下す方っていうのが、まあ、僕の周りではね一つの基準として多いので、まあ、その辺を基準にして話させてもらうとやっぱりボディポジションが できるだけ水面の近くにあるいわゆるボディポジションが高いという状態ですね、まあ、これを避けて通ることはできないなということで、まあ、ドリル練習といたしましてはまずこちらですね板を持ってキックしてるときにまず自分の頭部とあと上背部この肩甲骨周りの背中の辺りですねあと腰部この腰からお尻にかけてのところあたりっていうのが、まあ、しっかりと水面に浮いてる状態で キックをするっていうね、まあ、これをやるためには、まあ、若干板をね上から押さえつけながら腹筋のコロコロローラーですねアブローラーやってるような感じの姿勢を軽くキープしたままパターシができるということが必要になってきますで板がなくなっていったときに板はないんだけれども同じような姿勢を作ることができるということがまず1つポイントになりますねでこれ板持ってやってや に重要なのはこう手で板をぐっと押さえて自分の体を持ち上げるということではなくあくまで自分のこの胴体おなかり周辺といいますかねおなかりとか胸周りとか胴体の辺りを使って胴体の辺りで生んだ力で板を上から押さえると。なので手や肩 とか首とかにめちゃめちゃ力が入っちゃってるとそれってこう板を沈めてるっていうのが体でやってるっていうより手でやってるっていう感じになってしまうのでまそれはできるだけ避けたいです極力手の力を使わずにこの姿勢を取れるようにしていくとそれができたら板なしで同じような感じの姿勢を作っていくとこれ板持ってやってた時と今板持たないでやっている状態でこう胴体の状態っていうのが ほとんど一緒になってますよねこの状態をまずしっかりと作るっていうこととあと感覚的にこの状態を覚えるっていうことの2つが大事になってきますね。でそれができたらまずは片手だけ回すクロールや、まあ、簡単なドリル練習などを、まあ、ドッグプルとかねやりながらこの自分の体幹部の姿勢っていうのが維持し続けることができるのかっていうのが1個ポイントになってきます。まあ、ドックプルルの方が多分片手だけ回すクロールよりは簡単 かないいう,ふうには思います片手だけ回すクロールになってくるとこう背中側に、ね、腕を回していったり、まあ、ローリングがちょっと角度大きくなってきたりする関係でこのせっかく作った姿勢っていうのが。 ほどけ,ままけやすい状態の中でしっかりとキープできるようにしていかないと、まあ、実際のクロールを泳ぐときに同じ状態がキープできなくなってしまいます、まあ、具体的にどうなるかというと腕を後ろに回し始めた瞬間に、まあ、胸の辺りですとかお腹のの辺りですとかそういったところがねほどけてしまってこう反ってしまうという状態これが生まれてくるとボディポジションが下がる元になりますでこれが 片手だけ回すクロールなどでしっかりと確認できたら、まあ、両手で回して普通にクロールを泳いでいくといった手順になりますね、まあ、そして、まあ、細かい話なんですけれどもこのエントリーして伸ばしている手っていうのが、まあ、できるだけこちらの手も水面に近いところで伸ばすことができる方が、まあ、より抵抗を減らす姿勢という上では重要になってきますので、まあ、これを、ね、しっかりとやろうとするためには肩回り、脇回りの柔軟性が大切になってきます。体硬すぎると、ねどんな やりたいことがあってもうまくその通りに体動いてくれなかったりとかするので、まあ、しっかりとねストレッチっていうのも並行して行っていくようにしてください最初の2 5メートルや5 0メートルのうちは姿勢をしっかりキープできるんだけどそれか100200300と距離がかさんでくるとだんだんできなくなっていってしまうよという方は、まあ、それは技術的な問題というよりかは体力的な問題になりますので地道にコアトレーニングを頑張るですとか 泳ぎ込んで体力をつけるとか、まあ、そういった方向の、ね、練習っていうのも大切になってきますから体がフレッシュな状態疲れが特にない状態の時にできていることがだんだんできなくなってくるっていうのは、まあ、技術的な問題ではなく僕は体力的な問題なんじゃないかなという,ふうに思いますので疲れてきたらできなくなるっていうのは、まあ、泳ぎが。 苦手だからとか下手だからとかそういうことではなく体の耐久力の問題かなと思いますんでそういうねその体力を向上させるような練習っていうのも一緒にやっていってあげるといいかなというふうに思います最初のうちは力加減がわからなくてまあ必要以上にね力を入れてしまって体がガチガチになってしまうということがよく起こるんですけどまこれをね少しずつできるだけ少ない力で同じ姿勢というのが取れるように繰り返し練 練習をしててていってください、まあ、そうするとねこちらの映像のように頭からお尻の辺りまでがしっかりと水面に浮いた状態で呼吸をしながらでもその状態を維持できるということができるようになっていきますんで、まあ、是非ね根気強く練習していただければと思います今回のエピソードはここまでになりますもしよろしければチャンネル登録や高評価コメントなどもいただけるとモチベーションになりますんで何卒協力をよろしくお願いいたしますではまた次のエピソードでお会いいたしましょう失礼つかまつりますごめん thank you